今日ね、山に行ってきて立派なものを取ってきました。これ冷蔵庫あるんだけど。ほら、タケノコ。ね、これね、根曲がりだけって言って、南の方の毛草だけと比べると細いんだけどもね、細竹とか言われるんだけども、寒い方、長野の山の中とか青森県とか秋田県とかではよく取れる美味しい山菜、アクが少ないからこのまま食べられるんだけども、今日これを食べていきたいと思う。調理してね。それでやり方が、まあ下熱いんだけども七輪で焼きます。七輪でで、表面皮がね真っ黒焦げ、あ、違う、になってもいいんで、もう直火で、もうすぐ近く、炭が上まであるんだけども、というかこれで焼いていきます。ただこれだけ。とにかくね、この細竹はさ、本当にアクがないから、皮むいて、茹でて、味噌汁にしたりとか、そのまま食べたりとか、まあ、炒め物にしたりしてもいいし、だからこうやって皮むかないで、アク抜きもしないで、直火でね焼くだけでもすごく美味しく食べれます。でもっといくとさ、魚焼きのグリルね、コンロの下のガーッと開けて入れて並べる魚焼くところに入れて焼いても OK。 まあ今日はね、俺七輪あるし気が向いたからね、ちょっとこう炭を起こして炭火で焼いてるんだけども、これがね、手軽で美味しくて楽でさ、最高。たとえ皮が真っ黒焦げになっても、中はね、当然焦げないから大丈夫なんだよ。で、下の方は残念だけども、ちょっと固めなところあるから、ちょっと投げることになるけれどもね。音が聞こえてきたね。中で水分がこう熱せられてさ、ジュー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 ってさ、うん、正直なところさ、炭火で焼くのは初めて。本当にこの先っぽはね、皮食べれないところが多いから、ちょっとこう上の方は焼けなくてもいいかな。こうしとくか。おー、焼き色がいいぞ。おっ、もう真っ黒焦げ、ちょっと黒焦げかな。まあいいや、皮むくからいいということで、いやもうこれは間違ったくないんだよな。ちょっとこっちが火力強いんだろうな。こっち新しい炭置いてるからだろうね。こっち新しい炭置いてないから、うん、結構火取るの早いな。火強いぞ。今俺使ってるのはね、あの炭はね、小川備長炭っていうさいう商品で、さ、おがくずを圧縮して固めたで作った炭なんだって。微調炭みたいに火力が結構強いとかなんとかってね、まあ、本当かどうかちょっとわかんねえけどもさ、でもあのマングローブの炭よりもはずっと使いやすい。パチ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 弾いたりすることもないしさ、マングローブのあれは本当にパン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 弾けてさ、危ないんだよな。そういう危険性っていうか怖さがないから、俺は結構好きかなって。結構火力も強いし、まあ、火はつきにくいかなって思うけれども、結構好き。
正直どこまでいけば完成なのかっていうのはちょっとねよく分かってないんだけどもさ、ちょっと待ってる間に、あ、待ってる間にじゃねえの、これはもう結構来てるぞ。ね、結構黒焦げになってきたな。もういいかな。よいしょ、お茶でね、調味料として、ま、本当は夜練り味噌とか結構ね手間かかるもので食べるのがおすすめなんだけども、簡単にまずお味噌ね、お味噌それにマヨネーズ混ぜて、お箸でぐる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 って簡単にね、酸味とマヨネーズの酸味と甘みとで味噌のしょっぱさを混ぜた味噌マヨネーズ、うん、今減量中、もう少し マヨネーズ入ってもいいかな。今減量中でさ、本当はマヨネーズとかダメなんだけども、まあ、せっかく動画にするんで美味しい食べ方をね皆さんにねご紹介したいなと思って、今だけマヨネーズを解禁してるんだけども、結構ね多めにマヨネーズ入れた方が美味しくできます。これでまず調味料完成。そしたらこう喋ってる間に蒸らせて粗熱が取れたタケノコを皮むいていこうかなと。その前に下にある七輪くんね、熱いんでちょっとどいてもらって、後で処理するとして、でタケノコね真っ黒焦げ、もうこうなるとさサラサラっと抜いていけるんで、やる前にね縦に切り込み入れてもいいかもしんないね。その方が皮むきやすいかも。でもほらこうやって熱ね、中で蒸し上がってるから、ほら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 、この湯気、この湯気よ。こっち熱々なの食べるの初めてかもしんない。普段はほらみんなが集まってから食べたりとかだからね、湯気がほかほかほかってね、多少焦げあっても大丈夫だから。でさっきの味噌マヨネーズ、これにこれをシュッとつけて、ちょっと多いな。で、うん、まあ、正直味噌マヨネーズやるのは初めてなんだけど、うん、妄想だっけ、太い南の方に竹林になってるでかいところあるじゃん、でかいタケノコあるじゃん、あれよりもあれに比べると味のインパクトっていうのは薄いんだけども、だけどもアクとか全然ないから、なんだ、茹でる時とかでも米ぬかとかでアク抜き入れて、アク抜きとかしなくていいし、本当に簡単に食べれるんで、しかもあのタケノコだったらさ、魚焼きのグリルに入れてさ焼くなんてできないじゃん。で炭火焼きでも無理だよ、だって太いもん、これ細いからこういうことができるんであって、おっ、ほら美味しそうでしょ。美味しいよ、美味しそうじゃない、美味しいんだよ。細いからこそできる調理法、あの太いのだとやっぱ切ったりとかねしないとダメだろうし、アクも強いからね。これで酒でも飲めればいいんだろうけどね、これお酒も弱くて、お酒も弱いし減量中なんで16茶、まさきタケノコさっき2時間山の中歩いてきてすんげえ疲れて水分もねえから16茶ね。ダイエットしてる人はね糖分とかね控えた方がいいからね、お酒とかも結構入ってるからね、これでお酒やったら美味しいよ。硬いところないよね、全部いける、
爽やかな美味しさだから、もしこの干すだけね、まあ真っ黒くなっちゃったけど干すだけ見つけたら、これを魚焼きのグリルで焼いたり直火焼きで焼いて、でこのままさっきみたいに皮ガバガバッと剥いて、味噌マヨネーズ、味噌マヨネーズ、これで食べるのおすすめです。これでいっぱいやったら美味しいだろうね。あんま酒飲めないから気持ちわかんねえんだけどね。うん、16茶で十分美味しい。いや、これ見つけたらやってみることおすすめします。この時期の長野の山の方の 人とか、秋田より北かな、北海道もあるのかな、の人はね、ぜひやってみてください。山に行けばなんぼでも生えてると思うんでね、おすすめしますんで、やってみてください。